100% 新社会。100% 新社会。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館つくば中央店の佐山と申します。よろしくお願いします。弊社ではですね、新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対策を行っております。実施しております。お客様同士接触ですね、避けるためにも、来店時間のご予約だけお願いしておりますので、よろしくお願いします。またですね、ご商談難しい、ご来店が難しいお客様のためにウェブ商談システムというのを導入しておりますので、ぜひホームページ見ていただければと思います。スマホとかパソコン、あとタブレットですね、端末でも簡単に利用可能でございますので、併せて、ご利用いただければと思います。よろしくお願いします。では本日お車またご紹介していきたいと思います。本日ソリオバンデットでございます。でハイブリッド MV ですね、ご用意しております。ハイブリッドの MV でございますので、マイルドハイブリッドですね、を搭載しております。でマイルドハイブリッドですのでね、モーターはちっちゃいので、本当にアシスト程度にはなります。アクセルを加速するときとかモーターがアシストしてくれたりとかですね、そういうときですね。あとはモーターにエネルギーが溜まってればアイドリングストップもしますし、それだけで動きますので、かなりハイブリッドとして燃費よくなるのかなと思います。ブレーキした時とか、そういう加速してる時とかの力を利用してモーターを充電しておりますので、もうそれを使って、燃費を稼いでいるという感じになりますね。もうかなり燃費もいい車ですので、もうぜひぜひ見ていってください。で、では正面ですね、フロントマスク見てみましょうか。メッキ入ってますね。でメッキ入ってますし、でこちらも LED のヘッドライト入ってますね。で、下行くとフォグランプですね。こちらにもフォグランプついてますね。あとは、フロントガラスの上にはステレオカメラのタイプですね、2つあると思うんですけど、あれで自動ブレーキが入りますね、が入ってます。で前方と後方ですね、こちらの誤発進抑制機能付きのお車でございますね。でデュアルカメラもついておりますので、かなり安心のお車でございます。で、幅ですね、幅は162ということですね。162ね、小回りも効きますね。最小回転半径も 4.8 ですので、全然小回りも効くお車なのかなと思いますね。ではちょっと横に行ってみましょう。では横ですね、こちらです。全長はもう372です。372で高さは174でございますね。結構コンパクトサイズな中でも、やっぱり高さ出して荷室とかも運転するスペースとかもかなり広くできているのかなと思いますね。あとはこちらのアルミですね、アルミホイールも装備してます。15インチのアルミホイール入ってますね。なんかかっこいいですね。こちらのアルミもなんとついてきますという感じです。で、ウィンカーミラーとなりますね。で、今回は全方位モニターがついてないタイプですので、こちらサイドカメラとか、先ほどもフロント見ていただいた通りカメラがついておりませんね。全方位がつくと こちらにカメラが入ってきます。でボタン一つでもうスライドドアもオープンしますよという感じですね。でこんな感じに開きます。いや実はですね、この高さも36くらいしかないので、もうすごい乗りやすいですね。もうすごい足簡単に乗り込むことができますし、ここの幅も64くらいしかないので、かなり乗りやすいのかなというところですね。で、この車はですね、シートとかもかなりいいんですけど、そのシートが、いいということで、フルフラットにもなります。なのでもう寝ちゃえる感じですね。フルフラット簡単にできるのでちょっとやってみましょう。
で助手席はまあ前まで出してもらって、あとヘッドレストを戻っちゃってください。で横のバーで、下まで下げられますので、あとは、こちらのまあこんな感じでフラットにもできちゃいますね。こんな感じになりますね。フルフラットにもなります。だもうシートがこれだけ柔らかい、もうマシュマロ、もうマシュマロですよ。これはもうパンパンです。もうパン、もうすごいふかふかですね。だからこれなのでもう全然もう寝ていただくことも可能です。もうあの下にあのシートとかも引かなくてもこのまま寝れちゃいます。んで、もうかなりおすすめですね。もうこのフルフラットができるっていうのもやっぱりいいところですね。なのでこのフラットにしなくても後席のリクライニングが効くのと、あとこのスライドもここの下でできますし、あとは肩の部分の取っ手を引いていただければスライドもできますので、かなりもういいですね。フラットもできていいお車になっております。内装もかなりいいですね。では、このまま後ろにちょっと回ってみましょう。ではこちら後ろですね。で、バンデットのマークがかっこよくきらめてますね。ソリオバンデットハイブリッドですね。で、こちらで、こちらの、センサーですね。センサー類も下の方についてますね。これで誤発信抑制の機能がついております。でもうこのメッキもかっこいいながら地味にこういう点々がついてて安心安全というか便利ですよね。ここを要は握ってくださいと、握ったら開きますと、はいですね、こんな感じで開きます。で先ほど、見ていただいた通りですね、このバーの取っ手ですね、この取っ手を動かせば、もうフラットでも何でも後ろの席からもうできちゃうような感じですね。で、普通に倒すと、普通に倒してもこれだけフラットになるんですよね。だ大きな荷物があっても安心ですね。これ平たくできちゃうところがいいところですね。で下は、まあほぼ荷室ですね。こちら荷室と、まあコンプレッサージャッキなども入ってますけど、もう下まで行くともう高い荷物も、高さのある荷物でも全然収めることができちゃいます。大変がいいところですね。いやこれだけかっこよくていい、かっこいい車で荷室もしっかり、客室もしっかり、運転席もしっかりなので、もうかなりいい車なのと思いますね。リアスポイラーもついてますからね。では、運転席のちょっと装備類を、景気類ちょっと見てみましょう。で、運転席がですね、こちらですね。運転席は、そちらにメーターが入ってるのと、あと下はナビになるんですけど、今はちょっとカバーになってますね。で、ステアリングでございます。でステアリング、こちらに、まあ、ナビ操作の、音量スイッチとかもこちらについてますね。あとは、こちらにアダプティブクルーズコントロールですね。クルーズコントロールがついてます。地味パドルシフト、シフトなんかもついてますからね。これでマニュアル操作が楽しめるということになってますね。であとは下ですね。下に、こちらのスライドドアのオンオフのボタンだったり、オフ系のボタンがほとんどですね。であとは、センサーですね。こちらもついております。スライドドアはこっちになりますね。これを長押しすることによって開くような感じになってますね。これを長押しすると開きます。ちなみに分かりづらいフューエルコーですけど、こちらですね。ここにフューエルコーついてます。
間違えてこっち引いちゃうと、ホンダの車みたいにこっち引いちゃうと前が開きます。なんでこっちですね、間違いないです。では、実際にちょっと乗ってみたいと思います。よろしくお願いします。実際にちょっと乗り込んでみました。いや、さっきも言いましたけど、やっぱりシートがすごいですよ。もう全然もう全て吸収してくれます。もういい感じです。ではもうすごいゆったりですね。一気に気が抜けちゃいます。でもうこれでスライドも楽ちんですし、でもちろんシートリフターもついてます。でリフターはあるんですけど、すごいアイポイントはもう最初から高いですね。アイポイントかなり高いので、もう前の方も全然見えちゃいますよね、覗き込めば。それくらい高いです。なので、運転もかなり楽なのかなと思いますね。こういうところもしっかり空いてますから。ですね。で、もうこれで全方位モニターのパッケージなどもつけちゃえば、サイドカメラの映像も見れますし、フロントカメラの映像も見れますし、バック入れれば、もう全方位の映像も見れるので、もうかなりそこで安全面としてはもう補われてるのかなという感じになってますね。で、地味にシートヒーターはこちらです。ここにシートヒーターですね。ボタンがついてます。あとこれいいっすよね。もう地味にいいっすよね。で、シートのサイドのポケットがついております。ソリオはいいですよね。いろんなところに荷物を入れる場所っていうのを細かく設定されていて、どこにでも物をしまえちゃうような感じですね。ここのトレイも大きいですし。で、カップホルダーもついてますしね。運転席側のカップホルダーもついてますし。もちろんドアのところにも、助手席見ていただければと思いますね。ドアのところにもカップホルダーと、ちっちゃいノートくらいだったら入るのかなっていう場所もありますね。で、先ほど言ったシートのところと、で、センターですね。センターはここに、ここよくビニール袋入れてゴミ箱にしている方もいらっしゃいますけど、そういう使い方でもいいと思いますね。ここにコンビニフックもつけますね。ここにビニールで入れて、ここの部分でビニール入れちゃえば、もうゴミも入れられちゃいます。じゃあ、後席もちょっと乗ってみたいと思いますね。よいしょ。じゃあ後席にやっぱり乗り込んでみます。案外後席の方が後席もやっぱ広いですね。もう全然もうグーパンチ2つです。いいですね。もう楽ですよ。後席もすごい楽です。で、スライドもさっき言った通りスライドもできちゃいます。で、もうこの状態であとはさっき言った取っ手ですね。これでリクライニングもできちゃいますよ。いや、いいですね。いや、もうこれで寝れますね。オットマン買おうかな。オットマン買ってもう置いちゃってもいいですね。いや、これはもういいっすよ。ほんとシートがもうこれだけもうふっかふかなんで、あと毛布1枚買ってください。毛布とオットマンを買ってください。そしたらもう最高です。フリップダウンとかつけてもいいかもしれないですね。天井すごい高いので、フリップダウンモニターとかあったらすごい便利ですね。もうテーブルも出しちゃってください。右左ついてますんで、で、これでドリンクホルダーとかドリンクも入れちゃって、ここにお菓子なんか入れちゃって、もう映画気分ですね。いや、これで映画なんて見ようもんなら最高ですね。3150ですか。3150ですね、これは。今カメラさんが3150って言ったんですけど、もうすごいですね。もうアームレストもあるんですよ、地味に。もうアームレストもついちゃってるんで、もう普通に乗っててもアームレスト付きってやっぱいいですね。やっぱ後ろの席ないこともやっぱり多いので、車によってはなんで、あるとやっぱいいですね。もちろん5人乗るので、1人分のシートベルトはあるんですけど、これがあったらちょっとアームレストは難しいですけどね。5人乗る分にはやっぱり十分かなと思います。横にももちろん収納みたいのもありますし、地味にスピーカーもここにありますからね。これはもう臨場感も楽しめちゃいますね。というところですかね。
気づいた方多いと思うんですけど、右側私の側のが電動で動いたのはアメリカンオプションですので、あの右側電動スライドドアを選んでいただいてると、あの右側が電動自動になりますね。なので通常は手動にはなっちゃいますね。なんでまあメーカーオプションをもし選んでいただけるのでしたら、あのもう右側パワースライドドアと、まあおすすめですね、全方位カメラ、全方位カメラおすすめです。全方位カメラついて本体値で203万とか204万くらいで、あのカタログではなってるので、要は全方位モニターじゃないこのタイプだったら、まあ、大体198万にくらいにはなりますかね。なので、まあ、205、6万でもう全部揃っちゃいますね。なのでもうあとはもうナビを、あの私どものホームページ見ていただけば分かりますけど、ナビですね、あのセットした金額で、売りに出しておりますので、あのそれを見ながら、あのどれくらいで、あのローンだったらどれくらいいけるかなとかいうのを、あの試算いただければと思いますね。よろしくお願いします。本日はこちらの、ソリオバンデットのハイブリッド MV ですね、こちらをご紹介させていただきました。また後日車ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。では本日はありがとうございます。以上でございます。